どうもお疲れ様です今年こそは YouTube を収益化させたいというねそういう風な YouTuber さんにメッセージでございます、まあ、2024年が来てですね、えー、YouTube はもっともっと展開を広くしていくと思われます、えー、YouTube にはすでに様々なノウハウがもうね確立されていてどの道を通ってもお金を稼ぐことは可能なんですよ、まあ、今 YouTube っていうのはテレビと同じ もしくはそれ以上のポテンシャルを持った扱いとしてもう完全にメディア化されたわけなんですよね私たちは情報を取るときにテレビみたいな固定化された一方向に進んでいくメディアよりも無数にその条件を発展させている YouTube から本当に細かい情報を取っていくことができると思うんですよねしかも更新頻度もすさまじく早いとメディアの重要なポイントっていうのは広告主に偏った放送ではなくて 私利私欲にまみれていない、本当にね、興味があると思った人が素直に表現する、いわゆる普通の人が普通の目線で報じていることなんですよね。それがより真実に近いと言えるんじゃないかなと思います。まあそうやった上でですね、逆説的なんですけども、YouTube をしていて、広告を出したいと思わせないような情報発信にもまた価値がないのも事実なんですよ。この相反する条件を、やっぱこう、組み合わせてね、私たち YouTuber って成り立っているわけなんですけども、 あまりにも収益が低いもの、あの、動画の意味がないものは、今度 YouTube から放送をね、あの、閉じられることもあるんですよ。もちろん、これはアカウントが閉じられるってことはないんですけども、いわゆる、あの、シャドー版ってやつですよね。実際 YouTube の投稿はできるんだけども、ほとんど人の目に触れないような状態で隅に追いやられていて状態です。まあ確かに、そうなってしまうのは仕方がないかなと思います。というのが、YouTube ってのは、誰からも求められるメディアになるっていう必要があるんですね。 それはやっぱり YouTube であろうとも財源が必要だからです。でもそうなった中で出る動画出る動画がおかしな情報に語っていたらやっぱりね YouTube としてはあんまりよろしくないということでやっぱり一部の人気ある YouTuber さんにどんどん前に出てほしいなと思うわけなんですよね。まあ、そうすることによって YouTube から得られる広告収益ってものが母体を支えるものになりますんで。だから私たちは YouTube をタダで使わせてもらっている反面ですね。YouTube に恩恵があるように なるべく効果のある広告のつくような動画を作っていくってことになりますこれを簡単に言うと再生数の上がる動画ってことになりますやっぱりね再生数が一定数ですよ数百とか数千なければ YouTube にそのサーバー代や管理費っていう名目で維持費を担保することにはならないんですよね、まあ、ですんでずっと動画を作っていく中でどうしても再生数が2回ってきてるのは上がっていかないなとか それから、チャンネル登録がどうやっても増えていかないなっていうものに関しましては、そのままの YouTube を続けるんではなくて、一定の方針を持ってね、えー、いろいろとテストしていく必要があります、うん。端的に言うとこれはね、トレンドに合わせていくとか、再生数の取れている動画の似たようなタイトルにしていくとか、サムネイルをちょっと工夫してみるっていう感じです。そこには一部、釣りの要素みたいなのも入ってくるかもしれませんけども、この釣りのタイトルやサムネイルは、 きちんと動画の中で回収できていれば問題ないわけなんですよね。まあ、例えばですね、ドリフのもしもシリーズっていうのがありますよね。覚えてらっしゃる方いるかもしれませんけども、このもしもシリーズっていうのは、いかりや長介さんが出てきて前振りの説明をする。そして独特のほのぼのとした BGM がかかってますよね。で、このスタートを真似するかしないかは、その YouTube さんの、YouTuber さんのセンスによるんですけども、実際にタイトルに、もしもこんな ダイエットレシピがあったらみたいなタイトルつけたらどうでしょうかねもしもシリーズとリンクした方はおちょっと面白そうだなと思ってクリックするんではなかろうかと思いますでそこにですねまさに YouTuber さんがかつてのいかりや長介さんみたいにソファに座ってほのぼのしたあお茶の間みたいなね雰囲気でこうやって出てきて、ね、さあもしもダイエットシリーズなんですけど今日はいかがなもんでしょうかみたいな感じで口調まで真似していくとしたらそこには自分なりのオリジナルなスパイスが加えられてると思うんですよね まあそういうふうにして、ちょっとつかみを工夫していくとか、つかみをパクっていくってことも、うん、もしかしたらチャンスをつかむ一つの方法になるかもしれません。で、実際にあの動画の中でね、えー、オチが回収できてればいいんですよ。つかみではちょっと騙されちゃった感があるけども、でも最後まで見てる見たら、すごくためになったよっていうふうになっていれば、と特にね、あのクレームは起きずにチャンネル登録が起きると思うんですよ。で、そしてその先にあるのは、その動画の発信者と視聴者さんとの信頼関係による、まあ、販売の成立ですよね。 ただ一気に販売に結びつくということにはならないんですよ。やっぱり一定の信頼関係を確認し合いながらあの動画の、ね、一つ一つで距離を詰めていかないといけないですからね。一個の動画で視聴者さんとそれから発信者の方の距離がぐっと縮まるってことはあんまりないんですよ。まあ、ですんでどうやったら自分と視聴者さんの間の距離が縮まっているか。そして視聴者さんは複数いらっしゃるわけですよね。そうなったら A さん B さん C さんそれぞれの距離を確かめないといけません。その時に例えば コメントをくださる方とただ再生される方どっちの信頼関係の方が高まっているかというとコメントをくだすった方なんですよそしてコメントをくだすった方が複数いるにしてもコメントをくだすった上に直接メールを送ってくだすった方この人との信頼関係でまた一歩進みますよねその上でこちらが何かを返信するとその返信に対してまた返信をしてくれるみたいなことでコミュニケーションが始まるとさらに高い信用が高まったと言えますそののプロセスの中で、 販売に成功する、つまり自分の商品を有料で受け取ってくださっている方っていうのはもっと信頼関係が強くなっているってことなんでリピートが起きやすいってことになります、まあ、そういうふうな組み立てで動画の方を工夫していく必要があるのかなと思いますよね適当にたくさん作ってもそれはね偶然当たることがありますけども偶然っていうのは再現が難しいんですよだから意識して狙って意図的に当てていくってことを繰り返していくことによってあこのパターンは受けるよねっていうデータが取れるんですよね その自分だけのデータをもとにさらにブラッシュアップして新しい動画を作っていく。つまり進化した動画がどんどんできていくってことになります。まあ、その繰り返しが YouTuber としての毎日の工夫と努力。つまりは仕事になるってことなのかなと思います。その先に収益はあります。頑張ってください。